子供にとって自分の体に合った自転車を選ぶことはとても大切です。体に合った自転車とはどのような自転車で、またどんな調整が必要なのでしょうか。自転車選びの注意点について自転車技師の浜中幸喜さんにお話を伺いました。自転車がいかによく整備されていても、子どもの体に合ってないととっさの時に危険への対応が難しくなってしまうからです。自転車店に行くと、自転車選びの目安として自転車のサイズ、インチが適正身長によって割り振られているんですけれども、これはあくまで使用目的によって変わってきますので目安になりますね。子ども一人一人に合った自転車選びの重要な点は2つ、サドルの高さとサドルからハンドルまでの距離です。はい、サドルの高さは両足の先が地面につく程度の高さが適切とされています。サドルにはこのように限界表示がついていますので、高く上げるときは限界表示内で調整可能な自転車を選んでください。ハンドル操作をしたときに窮屈にならない距離になっていることが大切です。実際にハンドルを切ってもらいましょう。このような状態であれば自転車が体に合ってると言えますね。その際に腕がお腹に当たってしまい窮屈な姿勢になったり、腕が伸びきってしまうものは体に合っているとは言えません。またブレーキレバーが手の大きさに合っているかも大切です。ハンドルとブレーキレバーの間隔が適切かも合わせて確認しましょう。サドルにまたがってハンドルを握った時にこのように少し腕が曲がって少し上体が傾く姿勢が適切です。このような状態であれば自転車が体に合ってると言えますね。